ございます。ピンクラテ、始まるよ。急に撮ります。今日は撮影ですね。そうです、アリアも一日密着します。今日はすごく寒いです。寒いですね、本当に。では撮影スタジオに向かいます。メイクします、今から。イエーイイエーイ。もう冬になってきましたね。皆さんはクリスマスは何をもらうんですか？タニアはまだ決めてません。欲しいものがありすぎて決まりませんでした。今年は何だろうね、楽しみなんでしょう。たまには弟にね、クリスマスプレゼントをあげます。あ、いいお姉ちゃんだ。優しい。アマゾンでバッチして、アマゾンで買いました。優しい。アリアのクローゼットの中に隠しました。バレないようにね、トリュートまで隠しました。やばい、何話そう。じゃあ最近アリアがハマってることでも聞こうかな。ハマってることですか？うん、なんだろう、アマゾンを見ることじゃない？アマゾンを見ることにハマってるの？好きなんですよ、アマゾン。ちなみにアマゾンでどのカテゴリーのものを見てるの？カテゴリーですか？でもなんか美容系とか、あ、なんか普通に最近人気のコスメとかをアマゾンで調べてみたりとか、あとは何だろう、弟のおもちゃとか、自分のおもちゃっていうか、なんか鬼滅の刃が好きだったら、鬼滅の刃のグッズとかを調べてみたりとかして、あ、欲しいなって思ったら欲しいものリストに入れてるの。入れてます。それが最近の好きなことですね。好きなこと、なるほどね。変わったことが好きな。楽しいよね、楽しいです、本当に。やっぱアマゾンはいいなぁと思いながら。それが最近の趣味の一つですね。上限の 3? 素晴らしい提案をしよう。お前も鬼にならないか。で、こっから音楽流れですよ。僕たちは掘り下がるみたいな。で、なんかいろいろ戦いしてて、老いることもなんちゃらのことも人間の儚さのなんちゃらなんちゃら、で、ウクさんのフェイズリフ、京次郎やっぱりお前は鬼になれで、炭治郎が煉獄さん心を燃やせって終わるんですよ。予告が。いや、もうそれだけで満足しちゃいますよね。いや、燃やします燃やしますって感じ。心を燃やします。もう煉獄さんって感じなんですよ。まあ、ネタバレだからあんまり言わないけど、煉獄さんって感じなんですよ。本当に煉獄さん。メイクが終わりました。いや、見違えました。髪型もちょっと大人っぽくなりました。うん、大人っぽい。可愛くメイクしてもらいました。では、今から衣装に着替えていきます。着替え終わりました。シェイ。ひょっぽりほぼ。じゃあ全身いきます。夜よ、バックの話。はい。
私あの前行ってたんですよ。立て大丈夫です。どっちいいの？はい。これ行きます。お昼ご飯です。今日のお昼ご飯は和風ハンバーグです。おしゃれめっちゃ美味しそうなんですよ。あれハンバーグ大好き。ではいただきます。ハンバーグのお味はどうでしょう。いただきます。どう、うん、なんかハンバーグ自体の美味しさもあるんですけど、この周りの和風ってなんか普通のソースだと思ったんですけど、なんかとろみがあるすごいまろやかな感じで、しかもこのおろしをつけたらもっと美味しくなりそうです。しかもお肉がめっちゃ柔らかい、美味しすぎる。美味しいです。ごちそうさまでした。今日もお昼とても美味しかったです。和風ハンバーグ大好きじゃあまた撮影に戻ります。メイクとこの髪型も変えました。着替えました。衣装に今から午後の撮影も頑張っていきます。全身行きます。お願いします。これが、上メイン上の上に全身行きます。全身します。やっぱそうだよね、おかしいと思ったなんか。今たくさん結構撮影したけど調子はどうですか。最高ですまだまだ元気だね。まだまだ元気です。じゃあ頑張って頑張ろう。頑張ります。すごい。OK。はい、OK。ありがとうございました。撮影終了です。終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今日の撮影が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。アリアのピンクラテの捧げの一日密着をしました。どうでしたか。今日もすごく楽しかったです。今日すごくお洋服が多くて大変だったけど無事に終わりました。なんかお昼ご飯とかも動画を撮ったりとかして、うん、アリアの撮影の一日を皆さんにお届けしました。また、まあ、みんなの密着もあった時はそちらも見てください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。